ジオの季節。神奈川県のラジオネーム、ごっちゃん。この前ずっと行ってみたかった島に行ってきました。都会からもすぐに行ける小さな島ですが、あったかくてのんびりですっごくいい島でした。海と草花以外ほとんど何にもないところです。夜ハンモックに寝転がって星空を見ながらジオの季節をのんびり聞いて幸せでした。あ、すごいおしゃれな話ですね。なんか素敵だな。こちらこそ本当にありがとうございます。こんな風に聞いてくれる人もいるんですよね。ラジオの前の皆さん、あなたは今どこで何をしながら聞いてくれてますか？東京 FM からお送りしていますジオの季節。こんばんは、こんにちは、おはようございます。ジオンです。最近ではラジコのタイムフリーで聞いてくれる人も、いるので、いろんなその時間に聞いてくれているんですよね。いつ聞いても楽しんでくださいね。そしてもう一通です。大阪府のラジオネーム、マミヤさんからです。ジオンちゃん、インスタ見たよ。前髪切ったの？似合いすぎ、可愛すぎる。ありがとうございます。そうですね、まだこの番組では触れていませんでしたが、前髪を切りました。まあ切ってから 2,3 週間経ったんですけど、どうかな、慣れたと思います。最初はちょっと慣れなくて、結構なんかどう触ればいいか分かんなかったし、でもほら前はずっと前髪があったから、でも日本でやっぱりこのぐらい来たのは初めてなのかな。だからなんだろうな、そのなんか懐かしい感じもあるかもしれないけど、でも今回はこの前髪を切った理由は実はあれなんですよ。そのこの間マネージャーさんがツイートに上げたその新しい作品というちょっとつながりがあるんですけど、実はねちょっと可愛いって言われたくなかった。なんかその役がね、新しい作品の役がとってもなんか可愛いとはちょっと遠い感じなんですよ。だから可愛いって言われたらちょっと困る。だから可愛い、今日もちょっとスタジオに来て、あ、前髪可愛いって言われて、可愛いって言わないでって言ったけど、まあでもなんだろうな、この役が終わるまではちょっと可愛いって言われたくないっていう気持ちでもあります。まあちょっと変なこだわりだけど、まあでも皆さんが気に入ってくれればそれでよかったです。あ、まあでもまああとちょっと黒くしたのもありますよ。冬だからね、冬はやっぱり黒髪ですね。私はそういうちょっとこだわりがあります。では今週は可愛い or クールどっちでいきますかね。じゃあ先週はオープニングに可愛い方だったから、今週はクールに行きますか。クールな前髪って言ってください。それではお聞きください。12月7日にリリースされる JY のサードシングルです、 Fake。 救いようのない人ね、バレバレの嘘突き通すつもりなんて。お送りしている曲は Fake です。どうですか、 Fake は結構覚えたのかな皆さん。そうなんです、いい曲ですよね。ありがとうございます。それではメッセージを紹介します。栃木県のラジオネーム、京子さんからです。かっこいいフェイクとかわいい好きことの続編、恋こと恋をしていたこと本当に楽しみです。神奈川県のラジオネーム、かなっころさん。フェイクと恋をしていたことの、発売が決定されましたね。私はフェイクが大好きです。新しいジオンちゃんって感じしますね。大人の魅力が光っててかっこいいです。忙しいと思いますが体調を崩さないようにしてくださいね。ありがとうございます。発売まで番組でもどんどんかけていきますよ。ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは続いてはクールなコーナーです。こんばんは、キャストのジオン JY です。ここからの時間はジャーノンフェイクション2016、リスナーさんからいただいた2016年の嘘偽りのない真実の記録をご紹介します。宮城県のラジオネーム、ピンピカリンさん。私の今年のグッドニュースは、
大切な友達ができたことです。4月に看護学校に入学し、日々勉強や実習に追われ、大変で辛いこともたくさんありますが、出会った仲間と励まし合って乗り越えています。そんな友達と出会ったことは本当に幸せだと実感しています。これからも友達を大切にして頑張っていきたいと思います。友達は大切ですね。なんかこのメッセージを見て思い出した友達がいます。幼馴染の親友の韓国の友達なんですけど、今回のそのスイートチャリティの舞台も見に来てくれたんですよ。その友達が本当に一人でね、日本語も喋れないのに来て、うちに泊まってたんですけど、頑張ってきて、もうその舞台を見る初日に来てて、それで「あなた大丈夫なの?」って言ったの。そしたら「あ、大丈夫だよ、私あなたしか見ないから」って言って、「だって大丈夫でしょ、だってミュージカルなんて歌うじゃん」って言って、「あ、そう?」って、「私結構セリフ多いけど大丈夫?」って言ったら、「大丈夫大丈夫」って言って、その日初日の夜公演に来て見て、その日夜家で話してたら、いやごめん全然わかんないって言って、どうしよう何の話これって言って、へーってなって、その夜まあ全部説明したの。このシーンではこのセリフを言って、こういうことがあったからここで泣いてたり、ここで笑ってたりするのよって。そしたら、なるほどって言って、その次の日も見に来てくれたんですよ。それで、ねえめっちゃ面白いって言って、やっぱりそんな聞いてから見たら全然違うねって言って、まあそういうことがあって、本当にでも日本語がね一個も喋れないのに来て、でも子も日本が大好きで、食べ物とかなんか一人でなんか行くとか言ってて、私はほら本番があるからそんな付き合えなかったんだけど、一人でなんか食べに行ったり、それでなんかあとはなんか友達が来て一緒になんか旅行するとか言ってて、それで結局私とは最後はもうバイバイして、なんか友達と遊んで韓国帰るみたいな感じで帰ったんですよ。その小学生の時から本当に仲良くて、まあ男の子みたいな感じですよ。子は結構女子力なんか一つもない、でもなんかわかんないけど最近すっごい女性らしくなってたんですよ。なんかだから、どうしたのって言ったら、恋をしてるんですね。だからいいなって思ったんですけどね。はい、でもなんか思うんだけど、本当にそういう友達はやっぱり今18歳でしょ、そういうなんか本当に学生時代に付き合った友達はやっぱり今でもね本当に大切なんだなって改めて思いましたよね。本当やっぱりお仕事とかはね、やっぱ友達作るの大変だから、だから今ピンピカリンさんもその友達を大切にしてください。メッセージありがとうございました。ジャーノンフィクション2016、続いての真実の記録です。東京都のラジオネームゆいさん、今年のビッグニュースは飼っていたトリが逃げてしまったのですが、インターネットで保護してくれている方を見つけて無事家に戻ってきたことです。すごいなそれ。でも最近檻から出てこなくなっちゃって、たまに出てきても撫でようとするとすごく泣かれて噛まれるんです。どうしたら仲良くなれると思いますか？おかしい話これ。こんなこと本当にあるんだ。まあもちろん本当に良かったと思います。良かったです。でもなんか本当になくないですか、こういう場合。しかも鳥なんですよ。鳥ってどうやって見つけるの？すごくない？なんか鳥肌立った。すごい奇跡じゃないですかこれ。奇跡の再会なんですよ。でも鳥さんどうしたんだろうね。なんかでもなんだろう、鳥さんと仲良くなる方法私はわからないわよ。でも、なんだろう、なんか美味しいものあげたり、ほら好きなのあるでしょ、その生きてるやつとか。わかんないけど、でもやっぱりなんかな、気持ちだけで言ったら愛情を注ぐっていうことかな。それでも元気がなければなんか病院に連れて行ってみたり
そういうことはどうですかね。なんかでもな、一回ちょっと外の味をちょっと味わっちゃったから、それがちょっとなんか恋しいかもしれないですね。だからたまになんかお散歩とか行ったらどうですか。鳥とお散歩すごくない？あ、絶対喜ぶと思う。お散歩を行ってみてください。ほら首にさ、そのあれして首輪して、それかなんかわかんないけど、そのオリゴ糖を持っていくとか、うん、なんかそのほら外の空気をちょっと入れてあげるんです、その檻に。どうだって、いいでしょって。あ、それいいじゃないですか。ちょっと行ってみてください。ぜひどうだったか教えてください。ありがとうございました。さて、ジャーノンフィクション2016、本日は、2つの真実の記録をご紹介しました。引き続きあなたの2016年の一番のグッドニュース、バッドニュースを募集しています。以上、キャスターのジオン JY でした。最後にニュースです。栃木県のラジオネームアンクルツーさんからです。先日、オイラが住んでる田舎の街中を車で走ってたら、どこからともなくこの曲が流れてきて、幸せな気分になったのさ。やっぱりジオンはすげえ。これからも陰ながら応援するよ。ありがとうございます。それではお届けしましょう、 JY 好きな人がいること。もし5分前に戻れるなら何をしますか。私はさっきの返事もイーストしたい。ザ・ノンフィクション2016、引き続き2016年ニュースを募集しています。面白いニュースとか送ってくださいね。そのニュースにまつわる思い出の曲などあったらリクエストして送ってください。久々に電話もつないじゃうかもしれないから、電話番号も忘れずに書いて送ってくださいね。東京 FM からジオンがお送りしています、ジオンの季節。先ほど、好きな人がいることをお送りしましたが、最後にこんなメッセージがあります。愛知県のラジオネーム茶香ゆいさん。私は多分好きな人ができました。でも自分は好きという気持ちがよくわかりません。彼とは学校のクラスで席が隣になって仲良くなり、合唱コンクールで伴奏をした時に優しく緊張をほぐしてくれた人です。先日、友達の好きな人の話になり、話を聞くとなんとその友達も彼のことが好きと知りました。しかも次の席替えで友達と彼が隣同士になって少し悲しいです。これって恋ですか？こういう場合どうしたらいいですか？助けてください。あー、なんか切ない。これはだから、これは絶対恋ですよね。でもちょっと難しいところですね。結構こういう場合多くないですか、メッセージ。なんかわかんないけど、これはでも私は茶香ゆいさんにお任せしたいなって思うんですけど、まあでもまずは自分の気持ちがどうかっていうのをまず確かめて、その上諦めるか友達と戦うか、どっちか選んでください。まあ戦うっていうまあニュアンスにそういう言ってるだけで、友達に正直に言うかどうかってことなんですよ。だからそういう準備ができた時に友達に言ってもいいし、それかもう友達のために諦めるかどうか、まあだからその2つの選択ですよね。私だったらその2つのもう1つを選ぶんですけどね。だからお任せしますよ、それはもうしょうがないわ。好きっていう気持ちがよくわからないって言ってるけど、友達が彼といる時にちょっと悲しい気持ちになるとか、なんかわかんないけど、その人のことがずっとなんか忘れられない、ってことなんですよね。だからそれは好きという気持ちなんですよ。好きという気持ちは正直私もよくわかんないけど、好きってなんかわからなくない？なんか一言で言えない。なんかだから私がレオンとニニを好きっていう気持ちもまた出てきたわ。言えないわ、もう本当に可愛いもん。
だからあのなんかこうなんかわかんないけどずっとなんか考えちゃうし頭から離れないしなんかこう触りたいしちょっと違うね猫だわそれごめんなさい私と違ったわあーどうしようどうしようあーだから茶香由美さんをだからそのねあのよく考えてみてねうんだからその後どうなったかまた教えてくださいね最後はこんな猫の話で終わって本当に申し訳ないありがとうございました、最後にイベントのお知らせです、JY サードシングルフェイク、フォースシングル恋をしていたこと同時リリースを記念して東京名古屋大阪でフリーライブイベントを開催することが決定しました日にちは、11月20日名古屋イオンモール木曽川11月26日土曜日東京モリータウンガーデンステージ11月27日日曜日大阪イオンモール栄北花田ですそうですねもうまた行きますよ大阪と名古屋皆さん待っててくださいあの今回のイベントは本当にフェイクとこういうことを、うん、同時に歌うことがまたなんだろう自分もすごく楽しみにあの仕方ないです、皆さん本当にあのたくさんお越しくださいありがとうございます、そしてもう一つのお知らせがありますテレビ朝日系毎週木曜日夜9時から放送のドラマドクター X 外科医大門未知子に出演させていただくことになりましたいやもう信じられないです夢みたいうん夢みたいもうドクター X は本当に前からずっと好きでしたもう何年前かな本当にシーズン1からずっと見てましたよだからもう自分がここに出るなんてもう夢みたいだし緊張する夢にも出てきましたよトクタイクスの撮影する夢緊張してました自分はとってもあだから皆さん楽しみにしてください11月24日、放送です7話に、ゲストに出演させていただきますぜひ楽しみにしていてくださいね、引き続きジオの季節の番組サイトからメッセージお待ちしてます、それでは今夜は、トクター X の主題歌ですねスーパーフライの99を聴きながらお別れです、ではまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょうジオンでした「受けてない」